親愛なる皆様こんにちは、ダフィオです。今回は海外の激安通販サイトテムで買える14種の文房具を徹底検証していきます。今回は PR としてテムさんに提供していただいたんですけど、検証ということで品質や使いやすさについては正直にレビューしていきます。テム公式アプリで使える1万5000円オフのクーポンもいただいたので、動画を最後まで見て欲しいものが見つかったっていう方はぜひ下の概要欄のリンクからクーポンを受け取ってみてください。本題に入る前にまずはテムについて軽く紹介していきます。テムはアメリカのボストンに本社を置く海外の通販サイトです。去年の2023年7月から日本でもアプリの運用が始まったので、名前くらいは聞いたことあるっていう人も多いと思います。雑貨やファッションなどの激安商品のラインナップが豊富で、アメリカではすでにショッピングアプリの中でダウンロード数1位になっているそうです。今回紹介する文房具もそうなんですけど、日本ではあまり見かけない商品が数多くラインナップされているので、サイトを眺めるだけでも楽しめました。普通こういうショッピングサイトは管理や発送などを他の会社に委託することが多いんですけど、テムは商品の管理や発送など販売にかかるコストを自社で行うことで、ここまで価格を抑えているみたいです。まあただ日本発祥でこういう激安なショッピングサイトってあんまりないので、どうしても怪しいと思ってしまうところはあると思います。世界的に人気になってきているショッピングサイトとはいえ、しっかり納得した上で利用するようにしてください。それじゃあ本題に入っていくんですけど、今回買ったものがシャーペン5種類、ボールペン2種類、万年筆2種類、筆箱2種類、消しゴム、ペンホルダー2種類なので、シャーペンから順番にテンポよく紹介していきます。まずシャーペン1本目はフルメタルシャーペンです。お値段は299円でした。こちらはテムの中でも一番人気のシャーペンで、3000件以上の評価がついていました。他のシャーペンは数百件だったのでダントツで売れてました。しかも星 4.7 の高評価だったので、個人的には一番期待していたシャーペンです。実際に手にしてみるとレビュー3000件なだけあって、お値段以上のクオリティでした。まずデザインなんですけど、頭から足の人差し指の爪まで金属が使われていて、西洋の騎士みたいなかっこよさがあります。サイズ感は全長約 14.5cm、 直径約 9mm です。重心はペン先から 60mm ぐらいの位置にあって、低重心設計でした。グリップにはローレット加工が施されています。ローレット加工はヤスリみたいに金属がひし形状に削られていて、指に引っかかるような握り心地が特徴的です。ものによっては長時間握っていると手が痛くなるものもあるので、自分はどっちかというと苦手な加工なんですけど、このフルメタルシャーペンは長時間握っても疲れにくいタイプのローレット加工でした。画面越しでは伝わりづらいと思うんですが、彫りが浅くてローレットの断面も平らに削られているので、滑りにくくて握りやすいです。それから軸の加工も素晴らしくて、ズームしてみるとうっすら横方向にヘアライン加工が施されています。光の当たり加減によってはシャンパンゴールドっぽく見えるので、安っぽさを全く感じない軸でした。いい意味で廃盤のペンみたいな無機質なかっこよさがあります。軸にはクリップの横に 0.5 と書かれていたんですけど、ロゴとかは書かれていなかったです。ペン先、クリップ、ノック部分はツヤありの金属でした。ペン先は収納できるスライドパイプ式が採用されていたので、落としてしまっても故障しづらいと思います。実際に書いてみると金属の重量感を感じる書き味で書きやすかったです。300円のシャーペンでここまで金属感を楽しめるシャーペンは自分が知ってる限りでは他にないと思うので、かなり良かったです。ただペン先のぐらつきが多少あって、ノック部分が筆記中にカタカタ鳴るのも気になりました。ただこれには解決策があって、ノック部分に小さく切ったテープを貼ったら、ノック部分と本体の隙間が埋まってカタカタが解消されました。そんな感じで普通に1000円以上するシャーペンって言われても違和感ないくらい書きやすかったです。シャーペンを買った時におまけで12本入りの写真もついてきたので、そっちも書いてみたんですけど、今まで使ってきた写真の中でトップクラスに滑らかでした。シャーペンにもともと入ってた触診とはまた違ってて、濃さも体感 2B くらいあるように感じました。ちなみに神経は 0.3、0.5、0.7、0.9、1.3、2.0、3.0mm の全7種類展開です。そんな感じで1本目から想像以上のクオリティでした。文房具好きの方にもおすすめしたいシャーペンです。シャーペン2本目はドローイングペンシルです。お値段は299円でした。こちらもテムのシャーペンの中では結構人気商品で、1300件以上の評価がついていました。神経は 0.3、 0.5、 0.7、 0.9、 2.0mm のラインナップです。軸のカラーはブラックとシルバーの2色があります。デザインはザ・製図用っていう感じのシンプルなデザインで、どんな場面でも使いやすいと思います。サイズ感は全長が約 14.2cm、 太さは約 9mm です。
こちらもローレットグリップが採用されていて、指の腹がくる部分に5本の溝が掘られていました。これもローレットグリップの中では優しめの握り心地だったんですけど、さっきのフルメタルシャーペンと比べるとドローイングペンシルの方がグリップ感は強かったです。軸も金属製で六角形になっていました。表面はマットな塗装がされていて、サラサラした上質な質感でした。ただ一つだけ気になったところを挙げると、ブラックの方に一箇所初期傷があって、金属の表面が垣間見えているのが気になりました。もともと傷はつきやすそうな塗装だったんですけど、個体によって初期傷がないものと目立つものがあったので、完璧を求める方にはあまりおすすめできないです。ブラックに比べてシルバーの方が傷がついても目立ちにくそうだったので、個人的にはシルバー推しです。口金クリップノック部分はツヤありなのでプラスチックに見えるかもしれないんですが、しっかり金属製でした。シルバーの方はツヤ消しの質感になっています。ノック部分を取ると消しゴムもついていました。個人的にノックのスコスコ感が気持ちよかったので、そこも気に入ってます。ペン先はスライドパイプ式になっていて、ガタつきがほぼゼロでした。重心の位置も低いので書きやすかったです。さっきのシャーペンと結構似てるんですけど、ガタつきがない分ドローイングペンシルの方がよりしっかりした書き味でした。 0.7、0.9、2.0mm も安定感があって書きやすかったです。1本目で上がったハードルを超えてくるくらい使いやすくて、お世辞抜きで万人受けするような誰にでもおすすめできるシャーペンでした。これを299円で買うのは申し訳ないので、値上げ希望したいです。シャーペン3本目は、六角形シャーペンです。お値段は259円でした。芯形は 0.5 と 0.7 ミリの2種類があります。素材はプラスチック製で、さっきの2本とは対照的に軽量でした。サイズは全長約 14.5 センチ、太さは約11ミリです。六角形の面が指にフィットするので、握りやすかったです。バーコードのシールには謎のクロワッサンと本味って書かれてました。書いてみた感じは本体が軽いので鉛筆みたいにスラスラ書けます。特に軽いシャーペンが好きな方にはおすすめです。さっきの2本が良すぎた感はあるんですけど、個人的には可もなく不可もなくな印象でした。シャーペン4本目はアクティビティシャーペンです。お値段は369円でした。芯形は 0.5 ミリのみです。サイズ感は全長約 14.5 センチ、太さは約11ミリです。一見ボールペンみたいに見えるんですけど、しっかりシャーペンです。全体的にプラスチックでできていて、グリップはラバーが採用されています。このラバーは固定されていなかったので、指で動かすとくるくる回るんですけど、書いている時に勝手に回るっていうことはなかったです。グリップはそこそこ柔軟性があるので、ある程度の分厚さのものなら挟めると思います。このシャーペンもペン先のガタつきがほぼゼロで、安定感のある軽快な掛け味でした。ただ個人的に気になったのが内部機構で、パーツをいくつも組み合わせた複雑な構造だったので、故障がしやすそうだと思いました。実際に届いた時に芯が詰まってしまっていたので、結構デリケートなシャーペンなのかなと思います。はい、シャーペン5本目はフルメタル芯ホルダーです。お値段は907円でした。こちらは芯ホルダーといって、ノックボタンを長押しすると 2mm の芯が落ちてきて、離すと固定されるという筆記具です。シャーペンと鉛筆のハーフみたいな感じですね。デザインはいい意味で廃盤っぽくて、特にコード表示窓のあたりがギラギラしててかっこよかったです。サイズは約 14.4 センチ、太さは約8ミリでした。これもローレットグリップが搭載されていたんですけど、グリップの握り心地は優しめで、最初に紹介したフルメタルシャーペンと同じ感じです。軸はプラスチック製なんですけど、傷はつきやすそうな質感で、届いた時も細かいスレがついていました。書き味は軽めで、芯ホルダーらしい安定感がありました。一つ気になったところを挙げるとしたら、ノックボタンに穴が開いていて、押した時に結構指が痛くなるのが気になりました。マニアックな筆記具なので好みはわかりやすいかもしれないんですが、特にイラストを描いてる方とかにはおすすめです。ボールペン1本目はフルメタルツイストボールペンです。お値段なんですけど、皆さんこれいくらに見えますか？なんと551円でした。デザインだけ見たら文房具屋さんの鍵付きショーケースに入ってる高級コーナーに置いてあっても違和感なさそうなクオリティだと思います。サイズ感は全長約 13.5 センチ、太さは約 13 ミリです。本体のカラーはメタリックグレーで、トゥルトゥルした触り心地になっています。よく見ると細かいラメが入っていて、本当に5000円ぐらいしそうな質感です。グリップはチェック柄に溝が掘られていて、筆記中の滑り止め効果も発揮しつつ、高級感も兼ね揃えている秀逸なデザインでした。グリップやペン先も軸のカラーに合わせてガンメタルが採用されています。デザインに関しては本当に火の打ちどころがなかったです。ボールペンのシステムにはツイスト式が採用されていて、
軸を上下で回転させることでペン先を出すことができます。ツイストのし心地はぬるっとしていて軽めなツイスト感でした。だいたい180度回転させるとペン先が最大まで出てきます。反対方向に回すと分解することができてリフィルを交換できます。リフィルはいわゆる G2 規格が搭載されていたんですけど、このリフィルロゴとか品番が何も書かれていなかったので、どこの何で何ミリの芯なのかは謎でした。でも G2 規格だったら他社のリフィルでも入るので、インクの選べる幅は広いと思います。実際に書いてみたんですけど、これ書きやすいです。本体が高重心なので好みは分かりやすいかもしれないんですけど、インクが滑らかでかすれもほとんどなく、発色もしっかりしていたので、どんな場面でも使えるボールペンだと思います。ペン先の型付きは若干あったんですけど、自分の場合は書いてて気になるほどではなかったです。ちなみに初期芯は黒色で、体感では 0.7 ミリに感じました。高見えするので文房具にあまりお金をかけたくないけどデザインがいい感じで書きやすいボールペンが欲しいっていう方には本当におすすめです。500円で手も出しやすいと思うので、もし気になった方がいたら騙されたと思って買ってみてほしいです。ボールペン2本目は真鍮ミニボールペンです。お値段は1191円でした。一見なんかのパーツみたいな感じで工事現場に落ちてても違和感なさそうな見た目なんですけど、コンパクトなボールペンとなっています。ここのつまみを下げて左にスライドさせるとペン先が出てきます。このクリック感が気持ちよくて結構癖になります。逆に右にスライドさせるとリフィルを取り出せるようになっています。このリフィルも何も書かれていなかったので謎でした。サイズ感はペン先をしまった状態で約 6.8 センチ、ペン先を出した状態では全長約 8.1 センチです。太さは約11ミリでした。本体には真鍮が使われていて見た目の割にずっしりしています。スクラッチ加工というあえて傷をつける加工が施されていて、小さいながら味のあるヴィンテージな質感です。グリップには滑り止めのための8本の溝が掘られていました。自分が買ったのはレトロブラックというカラーなんですけど、スクラッチ加工が施されていない無垢の真鍮もラインナップされていました。本体がかなり短いのでさすがに普段使いできるような実用性はなかったんですけど、インクは滑らかでかすれもほとんどなかったのでしっかり作り込んでくれているということが伝わりました。もともとクリックアクションとかデザインを楽しむためのボールペンっていう立ち位置だと思うので、個人的には満足です。インテリアとして机の上に飾っておくだけでも映えると思います。万年筆1本目は、プレミアムローズウッド万年筆です。皆さんこれも値段予想してみてほしいんですけど、なんとこちら、781円でした。万年筆ってブランド物の高いものとかだと、数万円とか数十万円とか平気で超えてくるので、値段見た時にゼロ1個多いでしょうってなるんですけど、これに関してはゼロ1個付け忘れてますよね。サイズ感はキャップをはめた状態で約 14.2 センチ、キャップを取った状態だと約 12.4 センチです。キャップとか金具には金属が使われていて、軸にはマホガニーという木が使われています。触ってみた感じはスベスベしていて、木を削った時の歪みとかもなかったです。赤茶色の木軸とシルバーの金具も相性抜群でした。ちなみにマホガニーの他に黒い木っていうモデルもありました。キャップはカチッとはめるタイプでクリック感も良かったです。若干隙間があるように感じたので、キャップをはめていても使わずに放置しているとペン先が乾きやすいんじゃないかなと思いました。ニブはこんな感じで、地幅とかは書かれていなかったのでわからなかったです。木軸で金属金具で万年筆で1000円以下って考えると、改めて異次元の安さなんですけど、実際に書けるのか検証していきます。コンバーターも付属していたので瓶のインクを入れて書いてみたんですけど、めちゃめちゃ書きやすかったです。地幅が太めで本体の重みもあるので滑らかに書けます。ニブの素材は公式サイトに記載されていなかったのでわからないんですが、万年筆らしいヌラヌラ感を楽しめたので丁寧に作られている印象でした。これを800円弱で楽しめるのがやばいです。マイキー五条悟フリーレンプレミアムローズウッド万年筆みたいな感じで最強キャラだったので万年筆初心者の方にもおすすめです。万年筆2本目はジンハオのギャラクシーブルー万年筆です。お値段は2846円でした。値段だけ見ると今日紹介した他のペンの中では高いので、感覚的にあんまり激安な感じはしないかもしれないんですが、冷静に考えて万年筆で3000円未満っていうのは十分すぎるぐらい激安の部類です。サイズは全長約 13.8 センチ、太さは約 1.3 センチです。特徴はこのアクリル製の軸で、マーブル模様がめちゃめちゃ綺麗に出ています。細かいラメが天の川みたいに反射するので見応えがありました。カメラ越しでは伝わりづらいかもしれないんですけど、模様が何層にも重なっています。パーツは黒と金でまとめられていて、本当に2800円でいいんですかっていうくらい高級感がすごかったです。キャップはネジ式になっています。
これ開けて衝撃だったんですけど、2部に 18KGP って書いてあるんですよね。これは18金メッキのことで、ペン先のプレートの上に本物の18金メッキでコーティングしたっていう意味になります。あくまで他の金属の上に薄くコーティングしただけなので、18金メッキは普通の18金よりも金の含有率はかなり低いです。それでもこの価格帯の万年筆は鉄二部がほとんどなので、かなりすごいことだと思います。こちらも内部にコンバーターが付属していたので、好きなボトルインクを吸引して使えます。コンバーターのこの部分には木が使われていて、コンバーターまで高級感がありました。触ってみた感じも多分本物の木だと思うんですけど、ジンハオのロゴまで書かれていました。実際に書いてみたんですけど、これもめちゃめちゃ書きやすかったです。本体が軽いおかげで、さっきの万年筆よりも軽やかな書き味です。インクのフローも滑らかでした。1本目も2本目もそれぞれ違う良さがあったので、どっちもおすすめしたいんですけど、個人的には細かいところまで作り込まれていたジンハオの万年筆の方が好みでした。具体的にはキャップがネジ式でペン先が乾燥しづらいところや、コンバーターに木が使われているところが気に入ってます。今回選んだギャラクシーブルー以外にもいろんなカラーや模様が展開されていたので、気になった方はぜひアプリでどんな種類があるのか見てみてください。筆箱一つ目はヴィンテージマルチスロットペンボックスです。お値段は2367円でした。サイズは全長約20センチ、横幅約8センチ、高さは約3センチでした。見た目と相まって長財布感がありますよね。外装はレザーみたいな見た目なんですけど、触ってみるとラバーっぽいしっとりした質感でした。角度によって毛羽立ったように見えるので不思議な素材です。生地はしっかりしているので、落としてしまっても中のペンをしっかり守ってくれそうです。自分はコーヒー色を選んだんですけど、他にもブラウン1っていうカラーも販売されていました。ファスナーはくすんだ真鍮みたいな色味で、開閉は一部硬いところもあったんですけど、どっちかといえば滑らかでした。開けるとこんな感じで、右側に6つのペンホルダーと SD カードが入りそうなポケット、真ん中に1つのペンホルダー、左側に5つのペンホルダーが付いていました。ペンホルダーはゴムでできていて結構固めです。両端と真ん中は平たい形になっていたので、新ケースとか細いペンを入れるようなのかなと思います。といってもこの膨らんでいるペンホルダーも伸縮性はあんまりないので、太いペンを入れるのには向いていませんでした。おすすめは直径11ミリ以下のペンです。内側はスウェード調の生地が採用されていて、ぬくぬくした見た目でした。ペンを入れてみたんですけど、コレクションボックス感が出て結構見応えがありました。空いたスペースには小さめの消しゴムや小物系も収納できます。薄型で本数も入るので、普段あまり使わないペンを収納して、本棚の隙間とかにコンパクトに収納するっていう使い方とかもできそうです。目立った欠点も特には見当たらなかったんですけど、強いて言うなら180度開けなくて、反発感があるのが人によっては気になりそうだと思いました。あとは閉じた時に左右でクリップが当たるので、それも人によっては気になるかもしれないです。値段も2300円でちょうどいい価格設定だと思うので、気になった方はぜひ購入を検討してみてください。筆箱二つ目はクレイジーホースペンケースです。お値段は2429円でした。サイズ感は全長約 17.5 センチ、横幅約 9.5 センチ、高さは約2センチでした。こちらもさっきの筆箱と同様にレザーのような見た目で、触るとラバーっぽさを感じます。匂いも若干ゴムっぽくて、ヴィーガンレザーみたいな感じです。ファスナーはヴィンテージな質感になっていて、開閉のしやすさはさっきの筆箱よりも滑らかでした。こういう四角形のラウンド状になっているファスナーって、どうしても角張っている分開閉が硬いものが多いんですけど、自分が持っているラウンド状の筆箱の中では一番滑らかでした。内装はこんな感じで、右側に3本のペンホルダーが付いています。このペンホルダーもさっきと同様に固めだったので、直径11ミリ前後の細軸のペン推奨です。左側にはフラップが付いていたので、メモ帳とか定規とか付箋みたいな薄い小物を収納できます。フラップをめくるとメイドインチャイナって書いてありました。ペンケース内側の素材はハンプみたいなザラッとした布が使われていました。ペンを入れるとこんな感じで、消しゴムや芯ケースは真ん中のスペースに入りました。ペンとペンの間には細めのペンだったら1本入ったので、隙間をうまく活用したら最大6本ぐらいは収納できると思います。ちなみにこれも90度には開くんですけど、180度には開かなかったです。目立った欠点はなかったんですけど、強いて言うならペンを取り出す時にファスナーの上の部分と当たってしまうところは注意でした。ちょっと硬いんですけど、一応ファスナーのテープをめくって対策することもできるので、そこまでのデメリットではないと思います。全体的に作りがしっかりしていて、値段もちょうどいいと思ったので、こういうペンケース気になってましたっていう方にはおすすめです。消しゴムは機械式消しゴムペンです。お値段は779円でした。サイズは全長約13センチ、太さは約8ミリです。
デザインはシンプルで、軸はサラサラしたマットな質感でした。こちらはノック式の消しゴムで、消しゴム本体は直径約2ミリです。一文字だけ消したい時とか、漢字の類を間違えて数って書いちゃった時にピンポイントで消せるのが強みです。本体を引っこ抜くとインフルエンザとかコロナの検査で鼻に突っ込むやつみたいなのが取れました。実際に消してみたんですけど、正直可もなく不可もなくな印象でした。こういうピンポイント消しゴムはどうしても普通の消しゴムに比べて消し味が固めで、消しカスも細かいのがたくさん出るので好みは分かりやすいと思います。消し跡はこんな感じで、普通の消しゴムで消す時と同じぐらいの力で消したんですけど、うっすら跡が残りました。個人的に消しゴムとしての性能は5段階中2くらいな印象です。消してる時の安定感は良かったので、例えばイラストを描いてて細かいところを消すことが多い方や、サブ的な消しゴムとして持っておきたいっていう人にはおすすめです。ペンホルダー一つ目はマーブル柄ペンホルダーです。今回買ったのはグレーなんですけど、ピンク色もありました。お値段は1179円で、サイズ感は高さが約10センチ、直径が約8センチでした。届くまではプラスチック製なのかと思ってたんですけど、実際はしっかりした陶器みたいな感じで、かなりずっしりしてます。模様も大理石みたいで綺麗でした。形状は外側は八角形だったんですけど、内側は円形になっています。直径10ミリ前後のペンだったら25本ぐらい入ったので、ペン立てとしての実用性も文句なしでした。内側も陶器なので、ペン先を傷つけたくないっていう方は中にティッシュとかを引いてもらうといいと思います。ペンだけじゃなくてメイク用品とかカトラリーを入れるのにも使えるので、人によって千差万別の使い方ができそうです。アート作品みたいな感じで机上に飾っておくだけでも入るので、これは誰にでもおすすめできるペン立てでした。ペンホルダー2つ目は無垢材猫ペンホルダーです。お値段は549円でした。今回買った中で密かに楽しみにしてた雑貨なんですけど、無垢材ということで本物の木が使われています。樹種は黒檀、緑檀、レインボーウッドの3種類がラインナップされていて、自分は黒檀を選びました。サイズは全長約 4.5 センチ、横幅約 2.2 センチです。ペンホルダーというよりも普通にインテリアっていう感じなんですけど、こんな風にペンを飾ることもできます。表面は漆塗りみたいなツルツルした質感だったので、ペンによっては滑ってうまく置けないものもありました。インテリア用の小物としておすすめです。はい、ということで今日はテムで買える全14種の文房具が実際どうなのか検証してきました。最後に個人的なお気に入りランキングを紹介していきます。14位、機械式消しゴムペン。13位、アクティビティシャーペン。12位、六角形シャーペン。11位、フルメタル芯ホルダー。10位、クレイジーホースペンケース。9位、ヴィンテージマルチスロットペンボックス。8位、真鍮ミニボールペン。7位、猫ペンホルダー。6位、プレミアムローズウッド万年筆。5位、マーブル柄ペンホルダー。4位、フルメタルツイストボールペン。3位、ギャラクシーブルー万年筆。2位、フルメタルシャーペン。1位、ドローイングペンシルです。好みは人それぞれなので、あくまで一意見として参考にしてほしいんですけど、正直今ランク付けした1位から8位は同率1位にしたいぐらい気に入ってます。全体を通して明らかに使えないものとかはなくて、むしろ期待以上のものが多かったです。これから動画外でも使わせていただきます。テムの文房具面白いじゃんと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今回紹介した文房具の詳細や、アプリをダウンロードして1万5000円オフクーポンをゲットできるリンクは概要欄にまとめているので、気になった方はぜひテムってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。